カップでノーブラを披露。レースクイーンとして活躍している宇佐美奈緒さんが15日、自身のインスタグラムを更新しました。投稿では、おはようまだもうちょっとだけ寝ると綴り、ノーブラでパーカーを羽織り、胸元を全開にした妖艶すぎるショットを公開しました。日本レースクイーン大賞2023にて、週刊プレイボーイ賞を受賞した経歴のある実力派の宇佐美奈緒さんが、ベッドの上に座ってセクシーな自撮りをしています。胸元からは、プルンとし、たたわわな G カップバストが今にも露出してしまいそうですね。下半身には、ビクトリアズ・シークレットのショーツを身につけています。コメント欄には、良いですね、素敵ですね、これはいかんです。めっちゃセクシーです。顔をスリスリしたい。見とれてうっとりです。スタイル良くて綺麗で魅力的、目が覚めました。めっちゃギリギリを攻めるね。良い朝です。など。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。